はい、それでは本日実装予定のベヨネッタの実装前評価、自前取得スキル値と育成テンプレ仮について話をしていこうと思います。自前取得スキル値とは、能力解放で習得できるスキルをスキルコスト化させた合計値で、スキルコスト0で装備可能な性能の高さによってユニットの能力を評価するという考え方で、アキラの現場や独自の評価方法となっています。これだけでキャラの性能が決まるというわけではないけども、数値化することで客観的にキャラ自身が持つ力を示す指標になるかと思います。で、育成テンプレ仮っていうのは、現時点でひとまず適性がありそうな、優先して習得させた方が良さそうなスキルについて一覧にしたものとなっています。ではまず自前取得スキル値について見ていきます。既存スキルがこちらになっていまして、で、これにスキルコストを当てるとこうなります。過去の固有スキルについてはそれぞれの解説を参照してください。で、これらを合計しますと252となります。で、少し特徴を言っておきますと、闘志アップ極みと勇者アップ3を持ってるんだけども、この組み合わせってね、アデルと一緒なんですよね。で、そこにソルジャーマスタリーがあって、固有スキルのそれで全力がグランブレイブもあるので、かなりね、ストレングスはね、高くなると思います。で、精神集中っていうね、まあ、結構レアなスキルも持ってますので、デバフへの対処もできるんですよね。で、オート系も3種持っているんで、かなり充実した既存ラインナップとなっています。続いて固有スキルについて、こちらも一覧で表示していきます。まずウィッチタイムがね、すごくね、評価難しかったんだけども、あえて今回ひるみ耐性を限定的だけども評価してみました。逆の考えでね、まあ、ガードを解除させる衝撃波のスキルコスト5を確率発動かつ5秒限定部分っていうのを考慮して、同程度としましてスキルコスト5と評価して、で、ウィッチタイム中の効果はこれだけじゃないんですよね。個性2に書かれている分のスキルコスト5秒回復は栄光のポーズ、特技ダメージプラス 30% はアタックレイズ2の3分の1、突1万はスキルコスト15、物理ダメージマイナス 30% はファストプロテクションの 1.5 倍、知識値の超回復は覚醒と同程度と評価しまして、合計でスキルコスト49と評価しました。で、私と遊びたいのも難しかったんですけども、まず闇属性ダメージプラス 20% はアタックレイズでスキルコスト11で、突2000はスキルコスト3で、ダメ突1万はスキルコスト15ではあるんだけれども、こちら男性限定での確率発動なんですよね。なので3分の1程度のスキルコスト5と評価しました。で、これらを合計しましてスキルコスト19で、続いていけないコネは、まず装備条件での物理ダメージプラス 20% っていうのは、剣ブーストがスキルコスト4で物理ダメージプラス 10% なので、それの2倍で、そこにピオリンとブレーカーの2分の1を足しまして、で、さらに男性ユニット限定のブレーカー効果で、こちらは2分の1程度と評価しまして、合計スキルコストは16で、残り2つは既存スキルの複合なので、それぞれを代入して算出しました。で、これら固有スキル合衆を合計しますと137となります。既存の252と足しまして、総合計は389で、これをランキングで見ますとこちらになります。全体ランキングではなんと4位、コラボキャラでは初の実装時トップ5入りです。400超えのね、上位3人をね、抜くことはできなかったんだけれども、それでもコラボで4位というのはかなりの快挙。環境が少し変わってきたようです。ちなみに昨年1月の進撃コラボの第1弾で実装されたミカサが274で現在45位なので、今回のスキルコストインフレ率は約 142% でした。で、まあ、この極端に高いスコアの要因としては、まあ、まずはウィッチタイムですね。かなり複合的な高性能の機能となってますんで、スコアが大きくなりました。ただしね、これ実装後にね、どれくらいの頻度でのね、発動であるのかっていう点は検証した上で、改めて評価しないといけない部分もあるとは思います。特にこの被弾しないと発動しないっていう点は、要はこの開幕した時点でにはね、ウィッチタイムは絶対使えないんですよね。あと、例えば被弾時に1ヒット目でウィッチタイムが発動、2ヒット目で致死ダメージを食らった場合、超回復でそこを抜けることは可能だけども、逆だったらね、かなりかわいそうなことになってしまうんで、そのあたりの使い勝手の良さっていうのは実装後に改めて検証する必要があるかと思います。で、実は僕自身としては思ってたよりもね、スコア伸びなかったんですよ。初見ではね、400を超えてきそうかなと思ったんだけども、そこまでではなかったんですよね。
で、まあその要因としましては、やはり確率発動とか男性限定発動とかで、そういった部分のマイナス評価が影響しているかと思います。まあ、このあたりもね、確率発動の部分がね、3分の1よりね上のね発動確率だったら、もう少しねスコアを伸ばしてもいいかなとは思うんだけれども、まあそれでも確率となっている部分は常時発動とは同じようにね評価してはいけないと思うので、ここからさらに減ることはあっても、まあ増えることはないかなと思います。ただいずれにせよ、既存スキルのラインナップは本当基本的な性能をすべからく取り揃えているし、固有スキルは複合的な効果を持った高性能となってますんで、まあ、コラボ初のトップ5入りの性能ってのは、まあ、その通りベオネッタの強さを表しているかと思います。 Let's rock, baby. でそんなベオネッタの育成テンプレ仮ですけれども、まあ、まずは闇系の補完ですね。であとクリティカル系も補完してあげて、でクイックトリガーがあるんでね、まあ、チャージ系はいらんかなと思うんで特技ストックは増やしておきました。で先行プレイ動画見てる限りね、どうやら HP 低そうなんですよ。なので HP アップとかをつけるよりもマインドを上げて回復量を上げる方が有効かと思います。であと個人的な付け足しとしましてね、貫通とか堂々とか急所狙い、あと光属性シールドね、多分ね光属性にねすんげえ弱そうだな、でボスは光属性攻撃してきそうだなと思ったんで、これも入れておきました。でいつも二刀流の片方悩むんだけどもね、今回は固有スキルのいけないコネが発動条件が機械2つ装備なんで、今回片方は一旦考えずにいきます。なのでまあ以上こんなもんかなと思います。でほんとね、何習得させるか悩んじゃうんですよね。もう魔人ザイクスの時も思ったんだけども、常設アークからの習得スキルだったらね、もうほとんどね必要ないんですよね。だからまあマインドとか、まあ、クリティカルとか基本的なステータスとか、そういったところを上げるのが中心になりそうな気がします。でおそらくだけどもね、耐久がねきついんじゃないかなと思ってます。まあ、オートフォードとかね、オートプロテクションとか覚醒とかデコイとかもね持ってるんで、まあ、ある程度は大丈夫だと思うんだけども、まあ、高難度とかに連れていくときつくなりそうな気がするんでね、まあ、そのあたりの弱点をどう補強するかっていうのが育成のまあポイントになるんじゃないかなと思います。まあ、ひとまずこんな感じの育成テンプレ仮になりましたけれども、何かしら参考になりましたら幸いです。高評価を押すかどうかはお任せします。もっと楽しませてちょうだい。で多分、まあ、これもねコラボあるあるなんですけども、来週第2弾で来る LR アークワンオブカインドの方がなんとなくベオネッタにね適性が高そうな気がしています。まあ、もしくはねタイムアタックに適性が高いとかね、まあ、そうやってね、まあ、第2弾のガチャも回してもらおうというね、まあ、魂胆がねあるとは思いますんで、であと多分この動画はねアップデート中に公開していると思うので、でこの後アップデートが終わってコラボがね始まりましたらガチャ動画を撮ろうと思いますので、よろしければそちらの動画も見てください。それでは次の動画でお会いしましょう。ではまた。